政府は今夜、首都圏と北海道の5都道県で続いている緊急事態宣言の解除を正式に決定します。7週間ぶりの全面解除となります。現時点までの感染の状況、医療提供体制、監視体制等を総合的に勘案し、緊急事態宣言を実施する必要がなくなったと認められる。先ほど西村経済再生担当大臣は国会に出席し、 解除に至った理由を説明しましたその上で西村大臣はおおむね3週間ごとに感染状況を確認しながら外出自粛やイベント開催制限を段階的に緩和していく方針も示しましたまたカラオケやスポーツジムへの休業要請の解除は来月にも行うとの考えを示す一方ライブハウスへの休業要請の解除については 専門家による検討の場を作るとして早期の解除には慎重な姿勢を示しました午後6時からは安倍総理大臣が会見し自粛生活からの転換や経済再生に向けた考えを説明することとしていますその後政府対策本部において緊急事態宣言の解除が正式に決定されます